じゃあ、四角の1番から四角の5番までの確認をちょっと一緒にやっていこうと思いますので、赤ペンだけちょっと用意してください。まあ、さっき説明をしてからの答え合わせっていう形、説明なので、今回できたかできなかったかというよりも、自分がさっきの説明で理解できたところとちょっと曖昧だったなっていうところの、その区別だから、結局理解できてて、あ、OK だなと思ったら、ちょっと時間を経った時に解き直しをしてみたり、違う問題を解いてみた時に、あ、できるなっていう確認をすればいい。逆にちょっと曖昧だったなって思った場合は、似たような問題というのをいくつもちょっと解いてみて慣れるっていう必要が出てくるので、自分の理解の度合いによってやるべきことっていうのは変わってくるんで、そこの例えばもうできてるのにがっつりもう一回何回もする必要なんてないわけよ。で、ちょっと曖昧だからちょっとがっつりやった方がいいなって話になるわけ。その力のねバランスのところだけ、これが要領につながってくるんで、そこの自分でね時間のうまく使い方だけ気をつけてみてください。じゃあいきます。まず、ホワイトボードにはないので、一応文章を読みますが、1番目、すべての金属の性質として適当でないものを選びなさいという問題です。金属光沢がある電気を通す磁石につく、力を加えると広がったり伸びたりする、これ金属の特徴なんですが、チェック入れといてよ。すべての金属の性質、チェック入れといてください。全部の金属に当てはまる。金属だったらこういう性質もあるようじゃなくて、この1から4番の時にこれは全部金属に当てはまる。もうそれ考えたら、普通にお金を考えてみると、丸の3番磁石ついたら困りますよね。お釣りでってガチャッ、みたいな話にこう見るとかになったら困りますよねって話。なので磁石はお金つかないってことから考えてもいいから、結局丸の3番がこれは適当ではない、適切ではない。なので答えは丸3番って話になる。 OK。 金属の特徴としては4つ全部あるわけで、はい、じゃあいきましょう。ここからが本題です。はい、2番目、ある物質の体積50立方センチメートルで、質量が 20g の密度はっていう風な感じで、聞かれてます。そうした時に必ず頭の中に思い浮かべてもらいたいのは、公式のグラム毎立方センチメートルです。なので、立方センチメートル分のグラムがグラム毎立方センチメートル、ここをすぐに頭に思い浮かべる。すると今回体積50で質量20って言われてるんだから、50分の20っていうところから考えて答えいくつっていうふうに出してくれればいい。なので、2÷5 なので 0.4、 なので答えは 0.4 グラム毎立方センチメートル。なので記号で言うと答えは2番っていうことになります。 OK ね。じゃあ次いきます。はい、次は密度を聞いてません。ここだけ要注意ね。はい、ある物質の体積は15立方センチメートル、体積言ってくれてます。密度がって言って密度の話に変わってます。密度が 1.5g 毎立方センチメートルであるとき、この物質の質量はって聞かれてる。上のやつで言うと、50分の20、今回密度がわからないから X と置くっていう風な考え方で捉えてみると、今回わからないものっていうのはこの物質の質量の話です。ってことはこいつを X みたいに文字に置いてあげる。こいつを知りたいんだから。そうすると、グラム毎立方センチメートルなんだから、体積は15分の質量がわからないので X。すると、イコール 1.5 グラム毎立方センチメートルですよって話になる。OK。体積分の質量、イコール密度。体積は15。質量がわからないから X。でも、密度っていうのは 1.5 っていうふうに言われてる。だからこの等式が成り立つということ。OK ね。公式にそれぞれ当てはめただけ。わからないものを X としただけね。そうすると、両辺にこれって15倍してあげれば、分母が消えるので、知りたい X の式っていうのは、1.5×15 っていうことになる。そうすると、X は、22.5 か。22.5グラム毎立方センチメートルってなるよって。なので答えは丸3番って形。
解ね、わからないものを X と置いて等式を作る。これが3つの問題で大事なこと。じゃあいきます、4番目。はい、ある物質の質量は 30g で密度が 1.2g/cm。 この時物質の、やっぱり次は体積って聞かれてる。なのでわからないものを X と置こう。そうすると体積 X 分の質量が30、それが今回 1.2 っていうことになる。はい、これもあんまり深く考えなくてもいいです。今回分母に X が来てるから両辺 X 倍してみましょうって話。するとこことここ約分ができるので、これちょっと入れ替えるよ。 1.2x イコール30ってなる。 OK。 そうするとじゃあ x はって答えてくれればいいんで、両辺 1.2 で割ればいい。だから、30÷1.2 っていう風にしてくれれば OK なので、こいつを計算してくれれば x は25っていう形で出てきます。なので答えは、丸の2番っていう形になります。こっちはグラム1センチメートルな、グラムだよ。いしょ、はい、いいでしょうか。やってることっていうのは置いてる場所が違うだけでやってること一緒ね。じゃあ次です、5番目。ちょっと聞かれ方が変わってきてます。ある物質の質量が 150g でメスシリンダーに水を200立方センチメートル入れたもの、メスシリンダーに200立方センチメートル入れてるわけ、水を。ごめんね。はい、そうするとその中にこの物体入れたわけ、メスシリンダーの中に。そうすると200立方センチメートルだったものが220立方センチメートルに変わったわけ、物体入れたから。普通に多分何でもそうだけど、お風呂の中に自分が入ったら水かさ増すよな。あれは何を表してるかって話。結論、体積ですね。メスシリンダーでこう上がったかさ、何を表してるかっていうと重さじゃなくて体積です。だから今回のここのところ200から220っていうふうに示してるのは、20増えてるのはこれは体積っていうことです。入れたのはこの物質なので、物質 150g っていうのを体積は20立方センチメートルということです。いける？だからさっきと同じように、体積ここからね、ここから体積20立方センチメートルっていうことが分かったから、こっちに書くよ。20立方センチメートル分の150っていうのが密度になりますよって話。だから答えは 7.5g/立方センチメートルですよっていうふうに答えてくれれば OK です。 OK。 なので答えは丸の3番ってことになります。大丈夫かな。はい、さあ、いろんな聞かれ方変わってきてますけれども、やってほしい密度の計算という公式のところの使い方、公式っていうのは何かって便利なところもあるんで、例えば今 X って置くっていうのは数学的な知識だよね。けど数学は数学、理科は理科っていうふうに切り離すんじゃなくって、理科でもやっぱり方程式みたいなの作ってやっていくっていうことに慣れてくれれば、今回のここだけじゃなしに2年生に入った科学の分野、例えば銅の質量はとか、くっついた酸素の質量はみたいに聞かれてくるんですよね。その時にもわからないものを X と置く、でそして方程式を作るっていうふうにやってくれれば結構楽にできるようになってきますので、その、方程式っていうことだけ頭に入れて、やってくれればと思います。練習問題の解説の方もねしていこうと思いますが、一旦ちょっとまた問題の方を解いてもらってからやろうと思いますので、一旦ちょっとここまでという形にしたいと思います。